したのでやりますね。いいです。来たかな、繋がったかな、繋がったかな。お前らみたいなのがいる限り俺は何度でもプレイする。いきます。ゲーム音がとかもうわからないね。確かに、うん、でももうしょうがない。来ました、見れてる方アーカイブでもいいです。いろいろありましたが復旧しました。はい、ということで今から、はい、千秋ちゃん小南ちゃんの、はい、終電まで、はい、僕ねやります。まずやって、はい、僕がやんないと千秋ちゃんとこどうやら行かないらしいんでね、はるみちゃんとこまで、はい、何がともあれ僕がここまずすぐ、はい、合ってるよね。秒で秒は無理なんだよ、ここ結構長いから。でも頑張るから釜を、壁に刺さった釜を見つける。そうそう、ちょっと待ってね、見えてるかな、これ見れてるのかな。ちょっともう SDK の格好でもないんですよ、急遽ね、急遽つながったんですいません皆様。マイクも来てるかな、来てるか、声は来てるか、コメントチェックします、ね、お願いします。その間に僕もシナリオチェックします、ね、あ、でも来てくれてる、来てる、皆さん拡散お願いします。そう、急なんです、今の今できたので。そう、私しか今ツイートできてないから皆さんよければ、ごめんなさい、僕もしたいんですけど、そんなことよりね、千秋ちゃんに終電あと30分ぐらいです、ね、OK やっていただきたいんで。できるあいつら、頑張りますんで僕も。この復旧はすごいよ、奇跡、奇跡の PS3 が復活を。もう須田京也でもなんでもない、ごめんなさい。もう水に沈んだ鍵を探す。そうですね、探しましょう。死人倒したい。これ後で私が行くのと同じ廃屋ですか。そうです、うん、おーい、そう、声が今ね、マイク通しちゃってるからあれだけど、私は聞こえてるのかな、音聞こえてるかな。皆さん、音声、ゲーム音聞こえますか。ゲーム音聞こえてますか。ありがとうございました。終電のギリギリの時間があ、ごめん死んだ、ごめん死んだ、ごめん死んだ、でも大丈夫、すぐ戻すから。いける、うん、いける、大丈夫、まだいける、うん、ありがとう、何呼んだパニックです。大丈夫大丈夫、音声ははっきり聞こえるそうです。あ、ゲームの音も大丈夫ですか。聞こえてるそうです。ありがとうございます。じゃあ行きます。今日や行きます。いけ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 、今日や行きます。いけいけ。おーい、これは今篠田さんが SDK をプレイしてます。あっちょっと待ってね、ちょっと待ってね、大丈夫。あああ落ち着きましょう。落ち着いてんだよ、落ち着いてんだよ。ただこれ、ここすごい難しいんだよ。これのために今日2時間撮ってあったから、2人でやる一個一個2時間撮ってあったとこなの。30分チャレンジ、分かってる、大丈夫です。とにかく俺はね、もう落ち着きましょう。千秋ちゃんにもうはるみちゃんやってほしいから、でも開けて待とう。手にしてるのはヒカキボウですか。そうです、これがヒカキボウです。でも呼びましょう、呼びましょう、もう時間がないんでね。もう銃が来るかもしれない、銃がいるんですよ、この横に。銃がいるの。そう、この銃も倒して上にお風呂に行きたいんですけど、大変だ。あ、来たぞ。もう構いますね、もう早いんで、ちょっぱいなんでね。いけいけ、銃が右にいますから、こいつがちょっと待ってよね。あー、タイミングむずい、タイミングむずい、呼ばなきゃいいのか、なんだ、どうしたらいいんだよ。じゃあ教えてよ、ちょっと落ち着いて、誰か助けて、せっかくできるようになったんだ。
ここさえクリアできれば、待ってね。もうここさえできればいいんだから。ここを超えたら、春にステージになるの。ごめんなさいね。もう SDK の格好じゃないとか、今日、この配信に関してはちょっと皆さん無視して。できるとこまでやりましょう。そう。こいつ開けてきてくんないかな、自ら。でも呼んじゃダメなのかな。呼んだら銃が来ちゃうのか。そっか。ハウスに行けばいいんだよ。いや、でもそしたらね、これ狭いから、ね、ぶつかっちゃうんだよ。そうだからなるべく広いとこで、こうしたらこれだ。さあ来い。いるよ。私ここにいるよ。早く見つけてよ。来た。そう。銃はいないと信じて。おいた。いた。銃いた。こんなことって障子越しのこんな迷ってる。電気消してみよう。もうこいつ生き返っちゃうからな。早くしないとして今一回倒したやつ、はい、二人お。そんなことさせるか。いけいけおいいけああもう。いけ、いや、へこんでる場合じゃないんだ。へこんでる場合、アクリル板ありますんで。ね、皆さん、アクリル板ありますんでね。へこんでる場合じゃないんだ。チェキちゃん、あと何分？あと20分ぐらい。あと20分。よしよし。20分あれば大丈夫だ。全然、何の問題もない。面白い。ちょっと待ってね。とにかく。リロード中を狙ってみてはというアドバイスが来てますね。もう来るからね、こいつ、ほら。ありがとうございます。嘘だろ。嘘だろ。弾弾撃たれた。俺も辛いよ。自分が何回もこんな死ぬの。二人に挟まれた。辛いよ。ちょっと待って。頑張りましょう。大丈夫。諦めずに。諦めたらおしまいだから。サイレンっていうのはそう。そう、さっきの絶望の淵から復活してますから。そうだよ。だってもともと配信ができないところからのスタートなんだから。なんだろうかな。おーい。はい、来い。ここにいた、ここだったら銃に倒されないでしょ。います。すごい構えてます。オッケー。土の子、土、お風呂土の子。そうさせ。このそ、これです。じゃあ、じゃあ気をつけて。こういうことになるんで、操作性で。なるほど。これ土の子です。はい、でも飛ばしますね。時間がないんで。すいません。それどころじゃないです。今土の子だねとか言ってる場合じゃないです。はい、ごめんなさい、走ります。大丈夫、大丈夫。分かってんのよ、やんなきゃいけないことは。やんなきゃいけないことは全部分かってんのよ。すごい。拾う、はい、拾って。拾う。下がるよ。下がる。邪魔だね。あ、しびった。ちょっとごめんね、本当は。興奮で死人への怖さがなくなってしまった。そうでしょ。ちょっと待ってね。この後にね、あのもう畳から飛び出てきますから。はい。針金切る。切るでしょ。でこんなのはもういいんです。ごめんなさいね。今日はもうあの春美ちゃん役の千秋ちゃんに春美ちゃんをやる。これもいいんです。だから。なんだっけ。あ、拾わなきゃいけない。で、拾ったら、この、来ますから。これが。これもいいんです。
こんなのももうやりますから。この野郎、こんなとこでやられてたまるか。はい、じゃあ行きますね。すいません、もう行きます、すぐ外に出ますんで一緒に。おお、すごい。はい、もうこれもいいです、ごめんなさいね。そしたらもうこう言って来た、離れですね。もう一個先か、ここですね。じゃあこれもう外します、外します。はい、これもいいですね、外したんです。でブレーカー切ります。はい、切りました。そしたらもうこっち行きます。でこいつをもうここで出てくるんですか。構えますから。苦しい、もう時間がないんですよ。苦しい、あと20分です。時間20分20分、いけるだ、ここで俺がいければ。来た、銃持ってね。やばい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 、うわ最悪だ。でも大丈夫でしょ、途中からでしょ、外出たとこからでしょ。そりゃそうですよ、そんな中からやさせない、そんなサイレンはそんなに非常なゲームじゃない。え、よし、行ってくるわ。そういうゲームじゃないね。だがあれがね、これでね、途中になっちゃうと、うん、嘘でしょ、嘘でしょ、嘘でしょ。そうだった、そうなんですよ、前回したんですけど、あの銃、中で倒した銃、あれ外からにしちゃうと、こういう風に外に出てきちゃうというね、いうのがあるらしいんで、ちょっと視界ジャック開けさせて、これかな、もうこれってことにしよう。苦しいね、ちょっとね、無事しよう、ダメか、あー、ちくしょう、どうやったらどうやったらいいの、どうやったらいいゲームをしてもらえるの。ちょっと待って、あー、戻りたい、あー、あれしようかな、あれした方が早いか、リトライ、リトライしてもここからなっちゃうのかな。どうなんだろう、ちょっと待って、このパターン考えてなかったわ。終電ない、そう、みんな終電心配してくれてるんですけど、終電までのあと残り20分でどこまで行けるか配信中です。何その終電チャレンジ、あ、やばいね、お車代の足しになりますようにです、ね、ありがとうございますって言ってます、本人も。これあれだな、もう逆から回ろう、そんな力技ある、ね、わかんないけど、あいつ多分そういうことじゃないのかな。わあ、いますよ、挟まれちゃった、いやー、なんだそんなコントロール、無駄に京也を殺してる、無駄に京也を殺してる、せっかく繋がったのに。ちょっと待って、教えて誰か、ちょっと待って、落ち着け落ち着け、こういう時こそ一回でも やっていただきたいからね。そうですね、ちょっと待ってね、もう二人深呼吸してやりましょう。そうだね、ちょっと待ってね、二、うん、人いることは分かったから、うん、そうだそうだ、こういう時こそのこの攻略本がある。そうです、そうです、みんなもびっくりしてるでしょ、急に始まったと思ったら、こんなに今日やが何回も死んで。そう、新海殿はプレイしないの、この SDK のステージを超えたら、超えないとできないんですよ、できないみたいな、ハルミステージがなかったんですよ。それがあるんであればやっていただきたいんですけど、 すぐにでもできなかったんですよね。ちょっと、うん、面白い、や面白くないよ、辛いよ、あ、逆回りしましょうとか、逆回り方、皆さんがタクシー、時間なかった時のタクシー代出てスパチャを ありがとうございます。じゃあタクシーじゃなくて、もうその時間までに頑張るっていうやつだからね、一応今やっておりますので。恋するの忘れたよ、これ来させないと多分危ないわ。
千秋ちゃんの時間も大事なんだけど、あの宮子の命も大事だ。そうですね。そうね。そこはちゃんと守っていただく。そこは守りたい。なんだ。なんだ。なんだ。嘘だろおい。もう大丈夫。こいつだったらいける気がする。おばちゃん。素早いおばちゃんなのこれ。これ素早いおばちゃんで有名なのよ。強い強い強い。で、小攻撃で。これはね素早いおばちゃんです。これ前ねちょっとやられたことある。来たら俺はどれがあれかわかんないよ。ここだ。これもこれ。あ、これ。うん。ちょっと飛ばすよ。どっか隠れさせてた方がよかった。一緒に来て、俺が一発でもやって中に入ってもいいよ。銃が出てくるんですか、また。そう、銃が出てくるから構えて一発やって中に入ればいいんだよ。お、来た。いけいけ。よし、行ったろ。これです、釜です。これが噂の釜ですね。ちょっと説明があれですけど、鎌が刺さってました。収容上限、よっしゃ、いける。いける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 、すごいね。で、神尾彩子さんの、デモがあります。こんな急いでサイレンやったことないよ。時間に追われるって。あんただけ。みんな見てくれてます、今見てくれてます。これあ、もう300人も見てくれてます。ありがとうございます。大事なシーン、これ鎌使われて、これです。これが刺さったんです、この鎌が。宮子がね、その方が攻撃的な顔してるでしょ。本当だ、うん、怒ってる。何言ってんのよ。お姉ちゃんと綾子、頭おかしいんじゃないの、うん、っていうのがあったんですけど、私の言い名付けなんだから。長いんであればちょっとそんなに嫌、可能性が。化け物になってまで生き続けたい。これいいシーンなんだよ。それはあんただけでしょ。あんたはさっさと生贄の羊になりなさいよ。ついに来てしまうか。やっぱりね、何も分かってない。よし、皆さんゆっくり見てください。これでまさかこんな復活劇が起きるとは思わなかったよ。本当ですね。本当に落ち着いてやっていいからね。でもあ、やばい、音聞いてなかったね。音聞いてやった方がいいよね。音聞けたらいいですね。ね、ちょっと待ってね。怖いけど。これイヤホン使ってください。ありがとうございます。はい、春見になりましたんで。わあ、音聞こえてる今。あ、聞こえます。あ、うわ、聞こえる、聞こえます。私ほんと、あ、これあれします、ね。ゲームない。でも聞こえてる。皆さんも聞こえてる。あ、ゲームもまたちっちゃくなってるかも。例のごとく。でも今それどころじゃないか。そうですね。とりあえずあと10分。はい、アルコール消毒しましたんで。ありがとうございます。はい、どうぞ。歩くのが？歩くのはこれです。これ、はい、これ倒しすぎたら走るんで。はい。ゆっくり倒します。はい。はい、で、視界弱は分かる。視界弱は L2 です。下です。
ごめんなさい、今ね、ゲームをやりましたからね。とにかくやらなきゃいけないことは。お母さんが台所、あ、台所に行くんじゃないこれ。どう？テレビに帰ってくるのか？台所行った？あ、これから帰ってくる。これからテレビ見て笑って。それ待ちですね。うん。あやめさん、ゲーム復活おめでとう。ありがとうございます。もうサイレンじゃなくてごめんなさい。マイクの音小さい。上げてる。ここは見つかったら即終了ですね。そうだね。死人に触れられても、はるみちゃんはダメですから。はい。はるみ専用ライティングしますね。ありがとうございます。はい、ライトを。涙出たからもう、あれですけど。いや、俺まさかあんなことになると思わなかった。テレビ見てる。これ笑って立ち上がって向こう行ったらスタートじゃない。部屋から出たら出ればいいのかな。うん。家族3人は同じ決まった動きしてるらしい。勉強したら。うん。あ、テレビ消したぞ。お。あそこ出てからね。すごい。出ました？出たね。あ、お父さん、お父さん、でもいいよ、ゆっくり行ったら。お父さん、多分。私は今どこにいるの？出て。一回。ちょっと待って。あれ？あ、そっちに。ゆっくり走らない。こっち見た方が明るいと思う。テレビちょっと暗いから。画面が。あるある。はい、どうぞ。三角。あ、すごい、よく来たね。三角、正解。さあ、静かに。2階？ 2 階です。さっきの家の、俺が行ったんですよ。で、右に出て、そこに出て、そこでまっすぐ左。さあ、トムくんちゃんよ、走んなきゃ。しゃがむのはね、バツ。で、トモちゃん見るんでしたっけ？トモコちゃん視界弱視とか。もうちょっと行ってから行く。お父さん来ちゃうんですよ。あっ、今トモコちゃん。あ、トモちゃん。あ、トモちゃん入ったね。いけるね。視界弱やめて。うん、立ち上がって。奥の部屋？うん、奥の。走っちゃいかん。走んない方がいいかな。走ってもいいかな。これ？あれ？うん、左だね。左でまっすぐだね。こっちに。あ、分かりました。素晴らしい。え？開けて。え、三角。そう。開ける。で、丸で開けます。丸で開けます。はい。で、まっすぐ突っ込んでます。ジェノサイドエンドなんで、はい、このまま出て大丈夫です。そしたら、飛び降りますね。もうちょっと右かな。いいよ、ここで。頑張れ。足痛い。頑張れ。ああ、かわいそう。で、右に確か行くんですよ。いない人は。いないと思う。ただ、あ、そう、一回出たから、出てから高戸先生来るんで。じゃあ、逆さまに降りるやつですか。お、やってみますか。あそこ門があるんで、あそこに出たら逆さまに後ろ歩き。で、逃げ切るんでしたっけ。そう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 。もうちょっと行ってもいいかもしれない。もうちょっと行ってから、降りてから、後ろ歩き。操作性でしょ？操作性。そう。曲がっちゃう。まあ、いいか。あ、でも行けるか、行けそうだね。逃げ切るのは、門をくぐったら、右斜めに入ってって、さっきの物干しがあったときに。物干し？これ先生聞いたよ。ほら。もうここね。切ない。でもこれは助けに、心配しに来てくれてるからね。顔は怖いけど。はい、走って走ってどっち？左斜め、右斜め、右斜め、右斜め。で？で、あの物干しの、この先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 、もうちょっと、右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 、あー、じゃあもう、もう右行って、右行って、逃げて、あー！
高藤先生は足が速い。高藤先生はね、そう、足が速いんですよ。美子さんありがとう。電車代ありがとう。うまって言われてるよ、でも。本当に？うまって言われて、もう一回いけんじゃない？トライアゲンしてみる？ガーンと言ったらこれ、閉じる。すみません。音大丈夫そうですかね？ここからね。こっからね。オッケーオッケーオッケー。オッケーオッケー。オッケー大丈夫。そうそうそう。あ、高藤先生のとこだっけ？高藤先生？あれよね。いや、先生。いやいや。先生。そう、テレビ画面だとちょっとね、あの曇って見えないんで、こっち側の方が分かりやすい。これを超えたら、逆さになって。すごいよね、うまい、うまいなって言われてるよ。いけてます？いけてます、いけてます。音少し小さいけど大丈夫。どっちの音が小さい？ゲームかな？これね、スタートをしたらすぐ切り替える。いけ！走れ、走れ！そう。走って、走って、走って、走って。とにかく右斜めに。止まんないで、止まんないで。先生来てる。あの棒のところでぐるっと回ろうか。そこでぐるっと回って戻っちゃうか。そうそうそう、うまい。うまいよ。いいよ。頑張って。あと少し。頑張れ。一気に下ろう。頑張れ頑張れ。一気に下ろう。一気に下ろう。いやだー。アクリルハイタッチ。アクリルハイタッチ。うまい。上手。うわー時間ぴったり。うわーできた。暑いよ。ちょっと吹かしていただきますけども、はい、ということで、あのいろいろありましたけども、夜7時からスタートして、はい、あ、何があったかっていうのは、あのいろんな、あのこのストップしてる時間にオンラインイベントもやったんですが、そのストップの間にまた直したりとかして、奇跡に直りまして、まさかので今に至るという感じでございます。はい、で、ちょっとデモが始まりますけど、お時間がないということで、どうでしたか？サイレン実際やってみて。いや、楽しかったです。あ、ここ大事なとこだな。ちょっと見たい。あ、見ます、ね、でもダメだね。時間やばい、ね。あと3分くらい行きますよ。新しい目覚めはどんな感じなんだろうな。よし。ここね、大事なとこなんですけど。あ、でもあと5分くらい行きます。あ、じゃあちょっとここだけみんな見てもらって。流れに逆らうのも悪くない。目が寝ない。なんだか。これね、血を分けたんです。生まれ変わったような気分になる。あれ？つまり僕は一回撃たれてるけど、宮古の近くが入って死人ができないっていうか、しないような救世主が目覚めたようだ。その血を分けたんですね。あとは仲良くやってくれ。そう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 。じゃあ輸血という形で、うん、この逆側にそう僕がいる。酔ってんの？SDK 津田教育がいる。わかんない。でも不死身というか、もっと薄いのかな。直の血ではないから。ああ、なるほど。ストリー。いやーさあ、改めましてどうでしたか、やってみて。すごーい。いや、操作性。操作性でしょ。操作性なのよ。操作性と、はい。先生の速さと。先生早かったね。いや、でもよかった。うん。ギリギリいけて。本当ですね。はい。いや、俺からしたら、本当に横でやっていただいてよかった。やっているのを見れてよかった。よかったですね。素晴らしかったし、しかもこれ。お疲れ様でした。やった。ちょっとこれで俺もさ、ジルサイレンド目指して頑張るんで。そうですね。あとちょっと頑張ってください。はい。そしてそんな僕ら二人が出演するイベント、オンラインイベント、非公式イカエル2020のですね、詳細などはこちらの概要欄、この動画の概要欄からありますんで、ぜひとも皆様遊びに来てください。ちなみにコメメちゃんが出るのは8月3日第1夜でございます。はい、お待ちしてます、はい。そして告知ありますか、改めて。そうですね。うん、まあ、曲が小南で調べていただくと、うん、あの新曲この間スメルという曲が出てるので聴いていただきたいのと、うん、来週21日火曜日に、オンラインの、配信ライブをやります。ライブハウスから高画質高音質で届けますので、ぜひ覗いてもらえたら嬉しいです、うん、ということで本日のゲストは小南千秋さんでした。小南ちゃんでした。ありがとうございました。そして島美智子でした。ありがとうございました。すいません、急にやって。これからも楽しんでください。いいね、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。じゃあねー。